目覚める水曜のテレビヒーロー、まあ、どうでもそんなんええけどええけど、あ、サムライの検証シーズ。だいぶ車庫入り失敗してるけど大丈夫。お、なんか撮ってる。ちょっとすいません、僕事務所入ってないんで撮影とかどんどんやってください。どんどんやってください。どうしたんですか、鈴木さん。え、今日集合3時で、今2時56分ですよ。小川まだ来てねえべ。20分遅れるっぽいです。あいつめ、行く来たらボロクソ言ってやろうな、あいつな。マジでお前仕事舐めてんだろっつって。なんで間に合ったんすか。え、なんで間に合ってんすか。やっぱりそれは俺が男だからかな。男っていうか、やっぱ人として出来上がってるからかな。うん、やっぱこう人ってステージっていうのがあると思うんだけど、俺も結構達観しちゃってるからさ、はい、まあ脳内ぶったって感じ。マジよろしく。超イルダのベイビはめたの。はい、はめたよな。いや、僕もさっきついてびっくりしました。絶対おかしいぞ。そして、規制はすでに三河ナンバーの車止まっとんな。あ、そうな。ちょっと緊急バイトしてもらって。リアルバイト？やばいです。朝からこのお面はなしだよ。え、早朝から？さっき先ほどから。いやいやいや、もうやっていいんじゃない。ちょっとどんぶり右から左に動かしたぐらいでしょ。ちょっとごめん、正直言っていい？めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。なんか俺は安心だわ。皆さん、お待たせしました。あれ、今時間3時20分。おはようございます。おはようございます。おはようございます。待ってんのかい。おはようございます。おはようございました。すいません、ちょっとうちの時間泥棒がちょっと、すいません、ごめんなさい。彼はもう同じく食べるんで、はいはい、今日ちょっと20分ごめんなさい。なんで、ちょっとだめ、20分ほど罰を与えるべきだと僕は思うんで、なのでちょっと今日スペシャルプロデューサーパンさん、パンの浜田さんを歌ってるんですけど、やってくれるんで、じゃあそこだけちょっと、はい、でも我々同じなんで、僕も追いますから、わかりました。彼も、はい、はい、なんで、ちょっと連帯責任ということで、すみません、わかりました。よろしくお願いします。20分、なんか考えましょう。お願いします。はい。ということで、はい、はい、サムライキング、スタートです。結構何しようとした？知らないよ。お前は知ってんだろ。知らない。で、何しようって言われてるんだ。ああ、じゃあ知ってんだ。で、知らないです。もう知らないです。あ、知らない。本気でやったら衣装みたいじゃないですか。4キロ。早くい。まあ4キロでは早うかわかんないですけど。そしたら多分うちら勝ってないですよ。勝っちゃいます。余裕で。じゃあいいじゃないですか。ちょうど負けるとこ見たかった。余裕で勝つんだよ。ごめん。ドゥルのなんかドラえもんみたいなおさん何言ってんだこの人。勝っちゃいますよ、余裕で。上等じゃねえか、この野郎。やったろ、ほら。いいよ、これ全然4対1でいいよ。全然4対1でいいよ。じゃあ4対1の4キロにしますか。いや、4キロだと3対1が4キロって考えたから7キロやろか、1は77の4対1ですか。うん、77の4対1、どう。いや、めちゃくちゃ面白いと思います。やろうぜ。じゃあそんな感じで、マジの今決まった本日のサムライティングは、7キロ、うん、7キロ対7キロ、1対4のスペシャルマッチということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。負けたらパンちゃん引退するって言ってるんで、こっち引退かかってますからね。え、こっち負けたらどうするの。坊主ですか。お前負けたら坊主にするんだったら五分だと思うよ。全然いいですよ。ほぼ坊主みたいなもんなんで。負けたら坊主行くって言ってますよ。鈴木さん、ブランディング的には無理でしょ、仕事もあるんだから。負けたら、いや、俺引退も厳しいけど。マック鈴木入場。自分でやるのかよ。おい、みんな、俺の服を見てくれ。俺が対戦相手の配置だ。いいか、俺はバトルじゃなくたって戦ってるのさ。で、先に食べきった方が勝ちですね。食べきった方が勝ち。はい、わかりました。じゃあ5秒前からでよろしいですか。はい、で、いきます。5秒前、5、4、3、いただきます。
1スタートいきます。 PR だもん。 PR じゃじゃーん、見るよ。いただきます。めっちゃうまそう。ご飯が合うからね。髪入るからね。はい、髪の毛なくなったら言ってください。はい、仕事あるんで。いただきます。やっぱり食べて。わかめだ、すごいわかめだ。うん、出た。これラーメンで5キロあるってことですか。そうです。5キロ以上か。いいですか、いただきます。ゆー、いただきます。ゆー、梅とチャーシューもっちゃいい。お待たせします。3キロ、3キロ食うつもりできたんで。3キロ食うつもりできた。よし、みんな、よし。うん、うまっ。いただきます。もうマンゴー絶対いいんだ。すげーだ。マックスにプレッシャー与えていこう。もう、今、バランスを重くしてるんだ。編集で翻訳したい。先にワカメとか、あとでやばい。いや、これやられてるんですよ。前半にワカメ大量に入れられるって。おめでとう。それは森は最後に食べてましたよ。おめでですよ。いいだろうか。いやー、ラーメンすごくいいね。ここもね、でもね、よく来るんだよ、多分。初めて来たんですよ。おいしい。ここいいですよ、ラーメンが。本当ですか。いいですか。おいしい。なんかこんなの、もう、うん。この曲きます。一切考えない。逆にきついんで、これ。早くあの
とどめさせなかったじゃないですか。あの、おしぼれたらやめてもらっていいですか。3 days later. これだね、今完全勝じゃん。まあまあ、びっくりだ。よっしゃー、勝てるかもしれない。小型の用語で岩の上たっぷり。茹で前なんだろうな。なんだろうね。あ、もう結構あるっすね。よ。俺は今日も作業日、タバコと缶コーヒー。日々はパターン通り、ただの一般庶民。
新米サンジャーの最後から食べるのを取って分けるパターン追加しますよね。あ、これでいいですよ。やった。まだまだ行きますか。どうしたらいいんですか。ここで言うと近い。あ、近い。はい。やばいよ。で、コンセント。
あの、おしぼれたらやめてもらっていいですか。どうぞ、では、はい、ちょっと進めてくださいよ。一気に引き出されたら、これ。あ、まだ問題ないです。打ち出します。デデンと。サムライジング。はい。第一問デデン。あ、デデンって。僕もやるですマックス鈴木は今一番会いたい人は誰でしょう。ヒントは女性であることは確かだよ。ブラスクリーン。正解、近藤みやびさんでした。知らんじゃん誰それ。近藤みやびさんに申し訳ないですけど知らないですよ。知らねえのかよ。お前危ないよ、ほら。あ、これもう危ない。もう完膚なきまでに2回おかわりからのコーラ。もちろん。あ、そして同情。見つけてしまったー。見つけたんですか。視聴者の皆さん、よく見ててください。カメラ回ってます。お前最後やったろ。いや、お前最後面通ってたろ。おう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 
こんなこと許していいんすか、大食いのチャンネルで。いいんですか、ちゃんと食べなさい。これ残しちゃダメでしょ、これ。こういうのもピット、まあ、今回はね、農家にしてあげるから、勝敗は。そういうのあるけど。はい、ということでありがとうございました。これはガオ 8.5、 西田はガオンってことがきつきます。やめよう。ギャオン、ギャオンね。はい、お送りしていきましたけども、いかがでしょうか皆様。じゃあまあケスケから、まあ勝手に3本勝負にしたいなと思ってるんで、はい、今回は僕らスタッフチームの1勝ということで、おあと2戦、なんかあと2個あるってことね。で、負けた方は坊主でいきましょう。で、大川さん、そうですね。で、今回ね、実はなんかスペシャルゲストを連れてきたいなと思ってずっと探してたんですけど、なかなかスケジュール合わなかったんで、まあ、次回ガチンコサプライズで僕らチームに助っ人連れてきたいなと思います。お前それ空気読めなすぎだろうって言われるような人連れてきたいですよ。第2回は楽しみにしてます。アウトさん、いかがでしょう。いや、もう本当ね、お邪魔させていただいて、もうちょっと声張ってもらっていいですか。大変なんで編集が。はい、まだなんていうのかな、本当に弱かったっていうか、マックスさんが本当本気出してないんだなっていうのと、やっぱ赤髪真似されたんで、ちょっとやっぱ買っときたかったんで、まあ、買っててよかったなっていう、いっぱいですね。ありがとうございました。アンさん、続いてお願いします。やっぱり僕は引退かかってたんでね、やっぱ思ったより食べれたかなってところが正直な意見だ。次あるんですかね、僕呼んでいただけるんですか。あ、ぜひぜひ。もっと仕上げてくるんで、よろしくお願いします。じゃあ、もう次の、まあ、パンさん、もうこのメンバー確定してるじゃないですか。で、プラス来るわけでしょ。あ、プラスでいいんですかね。もういいんですか、常に来てくださる前提に。あ、なるほど。どんどん増えていってもいいですかね。だからドラクエス欲しいですね。5ぐらいに行くんです、はい。次の撮影場所を、はいはい、ちょっとやっぱ、まあ、このね、今回もそうですけど、まあ、実際スポンサーでいただいてるわけじゃないですか、パンさんに。決めてもらってもいいですか。あ、いいですよ、全然。あの会場とめっきり広いところでいいですか。どこ、まあ、じゃあ、考えておきますか。で、後日発表ということで、はい、対戦メンバーのね、はい、一つ言いたいんですけど、ラーメン以外お願いします。そうですね、僕は割とお寿司とか好きですけどね、見てて分かりやすいしな。確かに、さらすよ。確かに。じゃあ、最後の仕切りは、じゃあ、おばさんお願いします。あ、はい、で、次はちょっと、ハンデあげれるように、はい、僕らも頑張ってくるので、さらに成長してハンデあげるんで、ハンデもらえるんだなっていう気持ちで来てもらえれば、はい、全然増えるんでね、こっちは。本当にセックス続き頑張ります。本当に、本当に。ということで、今年もいっぱい撮影していくんですよね。もちろん、はい、ポン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 動画出てくと思うので、皆さん楽しみにしててください。チャンネル登録と、あ、そう、いいねボタンよろしくお願いします。では、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。